マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。あなたは普段どんな朝食召し上がっていらっしゃいますか？これがダイエットにいいと思って選んでいた朝食が実は太っている原因かもしれません。そこでこの動画では今すぐやめた方がいい太る朝食がわかるんです。もしあなたが一日も早く健康で綺麗に痩せたいなとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。今すぐストップ、太る朝食5選お伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこの朝食を食べてしまうと太ってしまうのでしょうか、その原因と、2つ目、今すぐやめてほしい太る朝食5選を詳しくお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜこの朝食を食べてしまうと太ってしまうのでしょうか、その原因が3つあります。1つ目はこちら、腸内環境が乱れてしまうものだからなんですね。もうこれはまずいです。過去の私もそうなんですけども、後からご紹介する朝食食べてました。もうそうするとですね、もう何が起こっていたかというと、もう悪者だらけというね、悪玉菌と呼ばれる、別名デブ菌がもういっぱいいたんです。でそのデブ菌たちが増えてしまうと、どうしてもデブ菌たちが大好物の餌がね食べたくなってしまうんですよね。デブ菌たちから命令されて私たち食べてるんですよ。私たちの味覚っていうのは自分が食べたいなじゃなくって、腸内細菌たちがねこれ食べてって命令されてるから食べたくなるだけなんです。なのでね、あなたが悪いわけじゃないんですよ。過去の私もそう、私が悪いんじゃない。何が悪いかって、私のお腹の中の細菌たちの種類が悪かっただけなんですね。じゃあどうすればいいかというと、大丈夫です、あなたにもできる。善玉菌と呼ばれるね痩せ菌を増やしてあげればいいんですよ。そうするとあなたは自然と、なんで今までこんな太るものが食べたかったのかなって、なんであんなに甘いものがやめられない、止まらないになっちゃって、こうね食欲が暴走してるのってね気づけます。ですからまずね、私と一緒に腸活続けていきましょうということで、後ほど後半でねそういったお話もしたいと思います。なのでまず今からお伝えする太る朝食はあなたの腸内環境を乱していたんですよということを伝えたいんです。で2つ目、血糖値が急上昇、爆上がりなんですね。もうこれもまずいです。もう私も平気で朝からね食べてたんですよ。手軽だったし美味しいし、やめられない、止まらないっていうその悪循環、もう味覚がおかしくなってたんですよね。でこういったのを気づかずに食べてしまうと、もういくら運動頑張ったとしても食事制限頑張ったとしても痩せません。根本的にもうデブ体質だからですよ。私もそうでした。なのでそこをしっかりと断つっていうためには、朝からいきなりですね血糖値が爆上がりするようなものを入れてはいけませんよってことですよ。それだけでもうちょっと食べただけ飲んだだけなのに、めちゃくちゃ脂肪がね溜まっていくわけです。もう非常にもったいない食べ方をしてるわけですよね。なのでよくいらっしゃいませんか、先生って、私そんなに食べてないのになんでこんなに1キロも減らないのっていう方はですね、取り方がまずいわけですよ。ちょっとしか食べてない、飲んでない、何もかかわらず血糖値がガンって上がるから、どんどんそんな脂肪が溜め込んでいくっていうね、そういった悪循環です。なのでポイントはこの血糖値をいかにコントロールすることができるかというのにかかっています。では3つ目です。糖質量が多い、これも大事です。今はですね、もうちょっと昔まではカロリーオーバーが太るっていうのがダイエットの主流だったんですけれども、今はカロリーももちろん取りすぎてしまっては NG なんですが、何よりも太るもと糖質をそもそも食べ過ぎなんですよね、現代人は。でそもそも私たち人間にとって糖質でそんなたくさん食べてもその消化吸収できないんですよ。もともとそういったのをたくさん食べてきてる人種じゃないわけですよね。なので今は糖質を食べ過ぎで、糖質って何かっていうと、もう簡単、ご飯、パン、麺類、こういった糖質の塊、炭水化物ですよね。これを必要以上に今私たちはですね朝昼晩食べ過ぎてるわけです。だから太る、当然です。そんなにそもそも人はですね糖質いらないんですよ。もう必要な時の量って決まってます。それ以上取るともう全部脂肪全吸収ですよね。良くないんです。なので私が項目2番でお伝えする太る朝食っていうのは、もうとにかく糖質がめちゃくちゃ多いんですよね。そういったお話を項目2つ目でお伝えしていきたいと思います。では2つ目の項目です。もう今すぐやめましょうという太る朝食5選お伝えしていきますね。もうこれは私がですね以前全部食べていたものになります。それは太るよねって今だったら分かるんですけども、本当にちょっとねしか食べなくってもやっぱりダメなんですよね。これは太るということをねお伝えしていきたいと思います。でまず1つ目は真っ白いパン。もう私これもよく食べてましたね。要は真っ白い食パンです、白っぽいパンね。なので今私はパンその食べないんですけれども、どうせね食べるとしたらもう体にいいパン選んでいます。例えば全粒粉の茶色いパンとかライ麦パンとか玄米パンとかね、そういったものを極力選んで食べてます。なのであなたももし真っ白い食パンをですねパクッと1枚食べて仕事に行くとか学校に行くってしてしまうと、たったパン1枚でめちゃくちゃ太るわけですよね。もうまずは朝空腹時にこのような糖質が多いものを食べると血糖値爆上がりで、しかも真っ白い小麦で作ったパンっていうのはもう全部栄養がないんですよ。もう死んだ食品ですよね。栄養もない、食物繊維も全部そぎ落とされてる、そんな小麦で作ったパンはもう全くもって食べる意味がないって言ってもいいぐらい良くないわけですよ。でこんな食パン1枚でも大体角砂糖78個分あるんですよ。いかがですか？食パン1枚並べた横に角砂糖が78個こう縦にね並んでるのをいちいち食べますかってことです。そんなことはね多分しないと思います。なので朝からこういった糖質量が高いようなもの、爆上がりするようなものは食べるともちろん太りますよってことで、しかもパンってそのまま生で食べますか？ある程度焼いてそこにマーガリンを塗ってみたりジャムを塗ったりですねしません？それがまた悪いわけですよね。私もそうしてました。特にマーガリンなんかはトランス脂肪酸がいっぱい入っていますから絶対食べてはダメです。別名食べるプラスチックって呼ばれてるようなものをわざわざ塗って食べちゃダメですよ。だったらもう純粋なねバター塗った方がまだいいです。バターは適量であれば体にいい成分ねありますから、もう絶対マーガリンよりもバターの方がいいということでね、どうしてもパン食べるときは真っ白いものよりも茶色いパンで、しかもマーガリンじゃなくてバターです。でジャムなんか塗らない、甘いものはカットしましょうね。では2つ目スムージーです。これもって言われると思います。特にですね手作りならまだいいんですけれども、それでも結構皆さんの材料聞いてると朝からめちゃくちゃフルーツ摂ってるんですよね。フルーツとその結構糖質が高い人参とかそんなねフルーツと人参の手作りのスムージーはやっぱり太ります。なぜかというとめちゃくちゃ糖質が高いからです。しかもよくパックにね入ってる市販のスムージーってありますよね。フルーツとお野菜しか使ってないですよっていう200ぐらいのパックのスムージーでも太りますよ。ああいったものでもね角砂糖10個とか入ってるんですよ、糖質量換算するとですね。だからそういったものをね体にいいと思って空腹時に急にチューって飲んで行ってきますみたいなことをしてると、もうバーンって血糖値があってさっと下がっちゃうからすぐお腹も空きますし、糖質が高すぎてほんと良くないです。なので私がこの項目でお伝えしたいのはこれを単品だけで取る朝食は太りますよということなんですよね。これも極力避けた方がいいんですけれども、やっぱりね後からお伝えする朝食食べてもらいたいなと思います。でしかもスムージーはね添加物たっぷり入ってるものもありますよ。保存料とか pH 調整剤とかね人工甘味料とかもうダメです。もう絶対にね取らない方がいい。どうせ取るなら手作りだけれども、手作りしたいならやっぱりタンパク質がね朝食ないとダメなんですよ。タンパク質が足りないっていう時はですね食欲が収まらない。逆にタンパク質がある程度入ったら食欲って自然と収まるようになってますから、ぜひ朝食にはねタンパク質も必要なんですね。では3つ目市販のグラノーラ。もうこれも私食べてましたね。グラノーラいかがですか？お砂糖たっぷりのあとはドライフルーツがたっぷりとかね、これも糖質取りすぎです朝から。これに加えて冷たい牛乳とかで食べちゃうともう腸も冷えますし本当良くないですよね。なので市販のグラノーラはとにかく砂糖が多すぎなんですよ。甘すぎるんですね。で、ここで手作りのグラノーラを作る方はまだいいとは思うんですけども、それにしてもやっぱり糖質取りすぎてしまう可能性があるので、これも特に市販の売っているグラノーラは注意してくださいね。で、4つ目です。フルーツジュースです。例えば濃縮還元のフルーツのジュース、あれも糖質めちゃくちゃ高いです。例えばコンビニとかで売っているこの200のパックのジュースありますよね。リンゴであれオレンジであれいいと思うんですよ。あれも角砂糖10個分ぐらい入ってるんですよ。あれもね、ジュースだからいいと思って健康にビタミン C 取ろうとか思って、ね、飲む方多いんですけども、空腹時にいきなりねフルーツジュースだけチューと飲んでね1日スタートしますという方はもう絶対太ります。たったジュース1杯で太ってしまうわけですよね。なのでこういった取り方も良くないですから注意してください。で、最後5つ目、シリアル系、例えばコーンフレークとかいかがですか。いろいろあるでしょう。甘い味付けでお子さんがよくこう食べてるような、あれもすごく良くないですと言いながら、私もね過去めちゃくちゃ食べてた、過去ですね、1年ぐらい南半球のオーストラリアという国で暮らしてたんですけども、ホストファミリーと一緒にいて子供たちがね一緒に3人いて、もう本当同じようなメニューを調子に乗って食べてたんですよね。コーンフレークもお砂糖がかかってるものとか、なんていうのかな、こう輪っかの形のチョコレートがコーティングしてあるようなシリアル、美味しいと思ってね牛乳かけてガバガバ食べてたんですよね。太りましたよ。当然ですね。もうあれも糖質度が高すぎるんです、そもそも。で、しかも私が良くなかったのは牛乳ですよね。牛乳はやっぱりね腸に負担かけます。消化吸収が負担かかりますし、そもそも日本人にはあんまり合ってないものなので、もちろん発酵したヨーグルトはまだいいかなと思うんですけども、私は牛乳は今ね全く飲んでないです。牛乳はやっぱり腸内環境にとって良くないので、あまりおすすめできる食品ではありません。さあ、いかがだったでしょうか。これいいと思って食べてた、飲んでたっていう朝食のものなかったですか。今お伝えした太る朝食のメニュー5選はやはりダイエッターの方向けではありませんし、もちろん良質のねすごくいい材料を使ったものであればいいと思いますが、ただその単品だけでは無理ですよ。やっぱりタンパク質、食物繊維、バランスよくだったら、私がおすすめの痩せる朝食っていうのはやはり和食です。もう具だくさんのお味噌汁に適量の玄米ご飯、そしてたっぷりのお野菜とタンパク質です。お豆腐とかね、納豆とか、お肉、お魚もいいんです。そういったやっぱり全体的にバランスよく単品でっていうよりは、そのような多品目を取らないと腸内細菌の種類も増えない、イコール痩せ体質にも程遠い状態に、なってしまいますから、ぜひ朝ごはんバランスよく和食中心でしっかりと朝から食べるっていうのがおすすめです。まとめて言いますと、単品で太るもの、先ほどお伝えした5品は食べないということ、その代わりにおすすめは和食中心でバランスよくがおすすめです。さあ、いかがだったでしょうか。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますととっても嬉しいです。またコメントもたくさんいただけますととっても励みになっております。嬉しいです。いつもコメントいただきましてありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。